マイケル・ベノム・ページは、イギリスの男性総合格闘家、プロボクサー、キックボクサー、イングランド・ロンドンのパディントン出身、ロンドンシュートファイターズ所属、ベラトア世界ウェルター級ランキング2位。名前とニックネームの頭文字から、MVP の通称を持つ。トリニダードとバゴ人の父親とジャマイカ人の母親の間に生まれ、両親は共にカンフーをやっていた。 オリンピック柔道代表のアシュリー・マッケンジーとは同級生であった。父親の教えの下、3歳でカンフーを始めて5歳でキックボクシングの試合に出場した。その後、キックボクシングで数々のアマチュア世界タイトルを獲得する。また、オリンピックのテコンドー代表候補としてスカウトを受けるがプロ格闘家の活動を続けるために断っている。2011年7月。 ジェームス・ストンプソン等が所属するロンドン・シュート・ファイターズで総合格闘技のトレーニングを開始。2012年2月4日、プロ総合格闘技デビュー戦をトルネード・キックで TKO 勝利を収めた。試合中のページ2013年3月21日、ベラトア初参戦となったベラトア93でライアン・サンダースと対戦し、開始わずか10秒で5勝利を収めた。 2016年7月16日、ベラトア158でエヴァンゲリスタサイボーグと対戦し、右飛び膝蹴りで、小勝利を収めた。サイボーグは、膝蹴りで、頭蓋骨陥没骨折し緊急手術を強いられた。2018年2月16日、ベラトア216のウェルター級、ワールドグランプリの1回戦で、ポール・デイリーと対戦し、両者ともに、 消極的な試合となったものの、3から0の判定勝ちを収め、準決勝へ進出した。2019年5月11日、ベラトは221のウェルター級、ワールドグランプリの準決勝で、ドゥグラス・リマと対戦し、1アルにローキックで足を払われ、起き上がろうとしたところに、右アッパーを受け失神小負け。キャリア初黒星を喫し、準決勝敗退となった。 2019年12月29日、ベラトアジャパンで初来日。安西信正と対戦し、終始打撃で試合をコントロールして、2R にカウンターの右フックで小勝ち。この試合は、オファーを受けての参戦ではなく、アニメなど、日本カルチャーが好きなページが自らベラトア側に、来日を熱望して決定した。2020年10月10日、ベラトア248で、 ロス・ヒューストンと対戦。ヒューストンの堅実な戦い方に持ち味を発揮できず、観客からのブーイングを浴びながらも3から0の判定勝ちを収めた。2021年5月7日、ベラとは258でウェルター級ランキング6位のデレク・アンダーソンと175ポンド契約で対戦。左ハイキックでアンダーソンの鼻を折り、1R 終了時にドクターストップで TKO 勝ち。 なお、この勝利により、ベラトは史上最多コティ系を勝利記録を更新した。ボクシング2017年7月12日、元ボクシング世界ヘビー級王者のデビットヘイと、リチャード・シェファーが共同で起業したボクシングの合弁プロモーション会社、ヘイメーカー・リングスターと3年15試合の契約を交わした。7月27日から、ヘイメーカー HQ で、 ボクシングトレーナーのイスマイル・サラスの下でボクシングのトレーニングを開始した。2017年10月20日、プロボクシングデビュー戦をサンティコ勝利。ありがとうございます。